五三とは、7歳、5歳、3歳を迎えた子供の成長を祝う年中行事です。昔は家が貧しくて十分に食事を与えられなかったり、衛生状態が悪かったりして、幼い頃に亡くなる子供が多かったそうです。そのため、7、5、3の年齢まで無事に育ってくれたことに感謝し、今後のさらなる成長を祈って、神社や寺院にお参りをするようになりました。なぜ7歳、5歳、3歳の年に祝うのでしょうか。正解はこのビデオの最後に紹介します。11月15日前後に子供に晴れ着を着せて神社や寺に参拝に行きます。晴れ着とは普段着と違って特別な日に着る着物のことです。男の子は羽織、袴、女の子は振袖を着ます。女の子はこの機会に生まれて初めて化粧を経験し、喜ぶ子供も多いとか。ここまで健やかに大きく育ってくれたことを神様や仏様に感謝し、今後も無事に過ごせますようにと祈ります。親にとって七五三は一大イベント。綺麗に着飾った我が子と家族写真を撮ったり、その写真を年賀状に印刷して配ったりします。晴れ着も様々な色や模様のものが出回っているので、1着ではなく2着、3着と着替えさせて写真に収める家庭も多くなっています。子供たちは千歳飴と呼ばれる細長い飴を食べます。子供にとってはとっても食べにくいにもかかわらず、なぜこんな形をしているのでしょうか。それは細く長く生きてほしいという親の願いが込められているからです。千歳飴は一袋の中にめでたい色である紅白の飴が1本ずつ入っています。現在のように七五三を盛大に祝うようになったのは江戸時代から。当時の将軍徳川綱吉が息子の健康を大々的に祈願したことが一般庶民にも広まったそうです。さて、ここでクイズの答えです。なぜ7歳、5歳、3歳の年に祝うのでしょうか。正解は、日本には古くから7歳、5歳、3歳の年齢に成長を祝う風習がありました。3歳では髪を伸ばす儀式が、5歳では初めて袴をつける儀式が、7歳では大人と同じ着物や帯をつける儀式を行いました。こうして段階的に大人に近づくことをお祝いしたのです。その名残が現在の七五三です。いかがでしたか。初めて知ったことはありましたか。皆さんの国にも子供の無事の成長をお祝いする日はありますか。ぜひ japanesepod101.com のコメント欄で教えてくださいね。それではまた。